か見たことある。なんだかんだでこうして目にすんのは2度目か。そうだ、見たことあるわこの形。めっちゃ思い出した今。そうだな。しかしこうして現れたということはすでに起動しているということなの。なんかすごいさ、人が近づいちゃいけないっていうデザインでめっちゃいいよね。ルリア、君の方で何か。ルリア、え、不正な起動処理および敵対意識を検知。適正存在を含む周辺情報の消去を行います。なんで、なんで、なんで。ルリア、え、これあの時と同じ。あの森でアーカー社を目覚めさせた時と。え、くそ、一体どうなってんだ。ルリアはそいつに操られちまったのか。そういうこと。わかりません。しかしこれはどうなるの。え、あのさ、待って、あのアーカー社で操られた時ってさ、え、それっていつだっけ。やばい、ちょっと待って、そこ思い出したいけどさ思い出せなかった。そこってどこだっけ。フリーシアが不正起動したからってこと。森のところか。マリス前ね。はいはい。アーカー社が光を放つとともに、周囲のすべてが光に包まれまた光と化していく。ロゼッタの森のとこだ。周りのすべてが消えていく。どういうこと。おいおいおい、止める方法はねえのか。おいおいおい、言ってる場合じゃない。どうやって止めろってんだよ。消えてるからね。え、どうすんの。もう私にも何の反応も示さない。え、これはまずいわね。せっかく最小さんを止めたのに。そんな、え、もう手遅れってこと。なに。おいおいおい。なんだよこりゃ。おいおいおい、悪い冗談かなんかか。え、オルキさん。いや、どうもそういうもんじゃ。どうすんのこれ。全然存在を含む周辺情報の消去を続行します。もう存在を消してくってこと。ルリアが、え、やば、敵だって認識するが消したってこと。まさかこれが青少女アーカー社の。え、スバルの周囲からは次々と仲間が光に包まれその姿を消していく。嘘、ミオ様。おい、ルリア、目覚ませって。これお前ならなんとか。 B は消えないんじゃない。適正存在を含む周辺情報の消去を続行します。え、これはルリアちゃんの意識と呼べるものはもうどこにも。え、どういうこと、どういうこと。え、青少女も消えるの。え、カタリナも消えるじゃん。現存適正存在に適正存在を含む周辺情報の消去を続行します。え、カタリナまで。どうする、ここからでしょ。こんな状況でもお前は変わんねえのな。逆境を力に変えるんだ。そうだ、まだ諦めるわけにはいかねえぜ。うん、オイラにも何かきっとできることが。え、もしかして B、 お前覚醒するのか。グラブルおもろすぎ。え、今のは？あ、戻ってきた。あれ？あれ？私たちどうして？また、なんか頭が。ビー君って何者なの？膝をついた状態からオイゲンは頭を振りながらゆっくりと立ち上がる。何の音？みんな戻ってきてるじゃん。少なくとも
全滅は免れたようね。ロゼッタに続き他の消されていた仲間たちも光に包まれながら次々に復活する。やっぱさ、 B ってさ、このさ、ルリアとかアーカーシャに対抗できる唯一のなんか星小獣なんじゃないのか。一部機能の破損を確認。自己防衛機能を一時停止、機能回復に移ります。あれ、あ、倒れちゃった。で、ルリアはアーカーシャ側の何かなんじゃないの。倒れたルリアを間一髪スバルが抱き止める。私、おかえりルリア。 ねえ、何が起きたの今の。まさか B が。おいらにもよくわかんねえけど。お前最強じゃん。止まれ、今が好機だぜ。アーカーチャの力が抑えられてるうちにぶったたいて言うことを聞かせるぞ。よし行こう。